クマフィッシングクラブ。アラカブを浮き釣りで釣る。今回は姫戸の諏訪海水浴場に来ています。爆風で風浦を求めてきました。横風がすごいです。最初は右側の石畳で釣りしていましたが、風が強くて左側に移動しました。こちらも風強いですが、どうにか釣りできます。釣り方ですけど、最初に水深を測ります。海底から30センチぐらいのところを流します。巻き餌を少し打ちます。嫁がアラカブ釣りました。小さいのでリリースです。私にもヒットです。これもまた小さいです。前には結構大きいのがいたのですが、年々いなくなります。嫁がまたかけました。当たりです。しかし空振りです。餌取りがいるみたいです。今度はかけました。これもまた小さい。
数は、たくさん釣れるのですが、ガタが大きくなりません。巻き餌で浮かせます。浮きがスーッと入って面白いです。たくさん釣れるのですが、持ち帰るのが釣りれません。です。もっと小さくなりました。嫁の方がたくさん釣ってます。風が強い時は短い竿がいいです。ヒットです。めっちゃ小さい、アラカブでした。なんてやねん。2時間くらいで、20匹以上釣りました。小さいので全部リリースしました。次回は、メバリングでアラカブ釣りです。ご視聴ありがとうございます。高評価、コメント、登録、よろしくです。